皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2022年2月6日に公開された、第71回 NHK 杯テレビ将棋トーナメント、羽生善治九段と、出口若武五段の一局をお送りするぜ。それでは対局に入る前に、プロフィールを確認しておこう。まずは羽生九段。1970年9月27日、埼玉県所沢市出身、故、二神達也九段門下の51歳、今期竜王戦1組、順位戦 A 級、タイトル戦登場137回で99期獲得、一般棋戦優勝45回、取るのが最も難しいとされる、本棋戦の永世称号資格も獲得し、早指し、長時間問わずのバランスの良さ、一気の踏み込みから展開する、華やかな見せる将棋。今日は先手、どう展開を作るか、その点に注目ね。ではもう一方の出口五段。1995年4月28日、兵庫県明石市出身、井上慶太九段門下の26歳、今期竜王戦6組、順位戦 C 級1組、近年知名度も向上してきた、若手の先生で、一社の最新形から繰り出される、一工夫凝らした中盤が特徴で、その独創性、柔軟性、その性格と相まり、春風を思わせる爽やかな差し回し、勝っても負けても好感度爆上げな感想戦、ついつい応援したくなっちゃう先生ね。本譜は後手、主導権を握る一手を見逃すな。2月の寒さも吹き飛ばす、熱い戦いを期待しよう。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、羽生九段、マリサが後手、出口五段だぜ。それでは、よろしくお願いします。7六歩。8四歩。さあ、これに勝てば準決勝。6八銀、今年の NHK 杯も佳境になったね。3四歩、すでにタイトルホルダーが全滅というのも珍しい。7七銀、それだけ実力が拮抗しているということね。7二銀。というわけで、私の戦型は矢倉よ。2六歩、若手の実力、とくと見せてもらおうか。7四歩、気は対話なり、よろしくお願いしたいな。2五歩、まずは飛車先の動きを問い合わせる。3二金、後手は角で受けない方針なのね。7八金、まずは守りの連結を担保する。6四歩、私はじっくり駒組みの方針だ。4八銀、では、動きがあるまで進めてみよう。6三銀、銀の中央進出を目指そう。3六歩、私も攻め駒の用意よ。4二銀。7九角。7三桂、3筋から銀を上げる、早繰り銀の構え、3七銀。8五歩。後手の桂馬が跳ねた時、銀を避けるために、6八角、角を使って飛車先に守りを入れる。5四歩。6九玉。3三銀、これで相矢倉の形になったな。5六歩、攻守両面に角を使おう。では私も。3一角、角を引き、8筋装填でも数を足す。6六歩。受け身にならず、6筋に火種を作る。4一玉。5八金。さて、駒組みの途中だが仕掛けを探ろう。お互い戦型は矢倉の形。威玉を解消し、囲いをどうするかの場面。このまま駒組みを続け、長期戦に持ち込むもよし、急戦を仕掛け、棋戦を制するもよし、この勝負の分岐点とも言えるな。その局面、私は金を王様側に寄せ、駒同士の連携を重視した進め方。このまま王様を左に入れて、固く守ることもできるようにしているわ。対して私は、角が進路を塞いでいる状況。ここをただ開けるだけでは手数がもったいない。どうせなら、この局面で仕掛けを入れて、この対局の主導権を手にしたい。そこに、先手は金を移動し、飛車の足元に角を打つスペースができた。角交換から打ち込めば、効果的に馬を作ることができそうだ。そのために、角道を通してぶつけていきたい。偉大なる騎士の胸を借りる本譜。こういう時こそ、思い切ってぶつかっていきたいところだ。6五歩、角道を通し、桂跳ねの足がかりにもしよう。同歩、さらに5筋を突き、裏にスペースを作る。5五歩、玉頭の守りを剥がし切る作戦。ここは冷静に、6七金右。
金銀を寄せて厚みで受け切る。4四銀、小筋の抑えに攻め駒追加。5五歩、何の、呼び込んで問題ないでしょう。6五桂、銀に当てて8筋を通す。だがしかし、6六銀、さっき寄せた、金の守りが効いているでしょう。8六歩、もはや止まれぬ。同歩。同角。角交換でスペースを使えるのは私も同じ。同角。ここから加速させていこう。同飛車。お互い陣形がアンバランスだからこそ。8七歩、手番の一手が重みを増すのよ。むむむ。8五飛車。飛車を引かせて主導権はこちらに。6四歩。この一瞬に強く攻め合う。同銀。王手をかけつつ、飛車も睨む手。6三角。角合いには5筋に引いて抑え込みにする。5二角。ここで同角は全く意味がないので、5四角なる。当然馬にして銀取りにする。5三銀左。銀2つ、連結させて受けてみせよう。6五銀。馬取りは無視、2枚替えでよしとする。6六歩、思ったより攻めが辛い。攻め合いで活路を開く。6四銀。なんの、こちらの攻めが上回るでしょ。5四銀。銀がどいて格闘が空いたところで。6八金引く。手を戻して王様周りに硬さを作る。5五銀。自玉に届くには余裕があるので。5三銀なる。攻勢に転じ、一気に落とそう。5六角。王手も奥に逃げればかわせそうね。2四歩。2筋に取り掛かり、強撃体勢を作ろう。同歩。まずは玉頭に利かせを作り。5四桂。後手玉の動きを制限しよう。3一玉。先逃げで余裕を作るが。これは。2三歩。退路を塞ぎつつ、守りの金を引っぺがす。同金。そして一気に寄せていこう。4二桂なる。まだまだ私は終わらない。反撃ののろしを上げろ。ぬぬぬ。序盤、後期と見て仕掛けたが、柔軟な受けからそのまま返されてしまったか。高難巧みに使い分け、ここぞという時に一気に攻めかかる。これはもう一言、お見それしましたというほかない。負けましたー。ありがとうございました。いやー、ねじ伏せられてしまった。飛車の脇が薄いと見た、出口五段の速攻策に、問題ないと言わんばかりにふわりと受け、そのまま返す刀で一種返しの角打ち、隙と見るや一気に寄せ切る、まさに上に一発、コツンとカウンター、ダウンを奪った形ね、一瞬だったな。でもこれ、ミスをしたとかそういうものではなく、作戦としては至極真っ当で、スペースを狙った後手に対し、そのスペースをおとりとして、うまく切り返した、むしろ誘い込んだ、羽生九段の勝負術が見事だし、その少しの傷を、息をつかせることなく、一気に広げ切った、高度な力勝負という気がするわ。44手目、飛車先のやり取りをつけた時点で、後手は後戻りができず、あるとすれば、より速度ある攻撃しかないんだが、ふわりと寄せた金の配置が、浮いた銀、桂馬の跳ねる先双方をカバーし、王様のスペースも確保する、要になっている。53手目、叩きを手抜いて攻め続けたけど、同金と応じては、玉頭に空間が空きすぎるし、馬を取らせた後に危険度が増すわね。この辺りの見切りも秀逸だ。研究の土台に、経験と見切りの決断力、最難関と言われる、NHK 杯11回優勝の実績は伊達じゃないわ。羽生九段ここにあり、確かにこの目に焼き付けたぜ。この結果を受け、羽生九段は準決勝進出、次戦は豊島九段、佐藤天彦九段の勝者と対戦するわ。本年度の NHK 杯も残りわずか、9戦持久戦、様々な展開を楽しみにしよう。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を、ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするぜ。それでは皆さん、バイバイキー。